記憶の鍵を握る脱出ポッドを見つけ出したカニパンとアンジェリカ。しかしまたも現れた謎の男にポッドは爆破されてしまう。失われた記憶には一体どんな秘密が。さらなる波乱を予感するカニパンだった。アンジェリカ、お前、記憶を。こんなことなら無理にでもお前を連れ帰っておくべきだった。うじうじ男みーっけ。コアンタロ、おひさん。何しに来た。あらご挨拶ね。せっかく人が心配して来てあげたのに。帰れ、私一人で十分だ。あのお方はそうは考えていないみたいだけど。何？賢者のプログラムを最優先せよ。多少の弊害はやむを得ないですって。バカな。私に言わないでよ。これは決定事項なんだから、ガーッとやって、ガーッとあのバカ娘連れて帰らないと。あなた立場ないわよ。アンジェリカは記憶を失っている。げ、マジ？逃亡の際何らかの事故があったか、あるいは不時着のショックか。そんな。時間をくれコアントロ。あいつも記憶が戻ればきっと。そりゃ私だってワーカホリックってわけじゃないし、あなた一人でやってくれるならこっちで少し遊んでいきたいけど、戻るあてあるの？それはないのね。ビキニの水着にズッキンドッキン。チェックオッケーです。いらっしゃいです。ボスキッド、ほらよ、差し入れ。ありがとうです。あ、ラビオリ。いらっしゃい、ラビオリさん。カニパン、なんだよあの合言葉は。恥ずかしいからやめろよ。仕方ないだろ、アンを守るためさ。ん？ショーウィンドウにチャイナ服、チラリと太もも鼻ジブ。オッケーです。どうぞです。お得意様にまでやらせてるわけ。ママがパイを作ったから食べてもらいなさいって。ありがとうです。客減るんじゃないのか。少し。ちょっと神経質すぎるんじゃないか。相手は普通じゃないんだよ。メカなんか指先一つでパッパッと組み替えちゃうし。発明家ならそんぐらい朝飯前だろう。工具一つ使わないでだぜ。どう考えたって変だよ。そう、魔法だよ。バカバカしい。発明家がそんな非科学的なことを言うなよ。どっちにしたってただものじゃないのは確かなんだ。注意しすぎってことはないだろ。そうですよ。コーヒーが入りました。どうかしましたか？いや、別に。ラビオリさん、お砂糖は？はい、一つ。カニパンさんは二つでしたよね。ああ。ほう。あ、なんだよ。お砂糖の数が分かる仲なわけだ。そんなんじゃ。ええ、他にも好きなお料理とかいろいろ教えていただきましたのよ。なるほど、いろいろね。じゃあ、ごゆっくり。おい、なんだよあのアンの格好は。お前アンに何をやらせてるわけ？何って、助手をやってもらってるだけだけど。助手？ただの助手がエプロンつけてコーヒー入れたりお料理を作ってくれたりするのか。それにこの前来た時よりもなんか随分部屋が綺麗になってないか。まるで新婚さんの部屋みたいだぞ。まさかやましいことはしてないだろうな。あ、一緒に本読んだり、一緒にテレビ見たり、一緒にお風呂に入ったり。バカなこと言ってないで、さっさとコーヒー飲んじゃえよ。冷めるぞ。どうやら思い当たることがあるらしいな。どうかしましたか？これ塩だ。ごめんなさい。で、一体いつまでかくまうつもりなんだ？とりあえず記憶が戻るまでは。甘いな。今度はお砂糖だったでしょ。入れたんかい。
これにも。多すぎました。私記憶喪失だから。おや、甘い。カニパン、女を甘く見てると後でえらい目に遭うぜ。そもそもお前、彼女が何で追われてるのか考えたことあるか。そう。だから甘いっての。追われるからには理由があるはずだろ。食い逃げしたとか万引きしたとか。アンが悪者だって言いたいのか。匂うんだよ、怪しい匂いが。いい加減なこと言うなよ。確かに臭いです。あ、そういえばまさか。あ、カニパンさん、コーヒー入れ直そうとしたんですけど、これ取れてしまって。ガスの線換気するです。あ、はい。ちょっと待った。はい。私記憶喪失だから。カニパン、忠告はしたからな。プログラム稼働 50%、 我が計画の完成は目の前だ。あとは壁紙とカーペット、窓ガラス、ドアも買わなきゃです。ごめんなさい、私のせいで。いや、これぐらい大したことないよ。ここのところカニパン発明あんまりしないもんだから、生活費カツカツです。ごめんなさい。平気平気。発明家たるもの、いついかなる事態にも対応できないとね。女を甘く見てると後でえらい目に遭うぜ。バイラビより。きっとさっきサンプリングしといたです。余計なことすんなよ。カニパンにはいい薬ですよ。あ、気にしなくていいから。あれ、アンは。毎度ありがとうございます。いいえ、どういたしまして。ではお代の方を。は？ですからお払いいただきたいので。払えばよろしいんですの？はい。それならそうと早く言ってくださればよかったのに。あの、1200銭でございます。これはご丁寧に。私アンジェリカです。は？だから1200銭さんでしょ。いえ、あの、風船のお金をいただきたいのですが。あ、ごめんなさい、そうでしたの。そうなんですよ。では1200銭に。持ってないんです。あ、ごめんなさい、私記憶喪失だから。ごめんで済んだら警察いらんなし。おい、1200銭にきっちり払ってもらおうか。あ、いたでし。すいません。それじゃこれで。ちゃんとせえよ。毎度ありがとうございます。それでは今後ともごひいきに。すいませんでした。ごめんなさい、お金が必要だと思わなかったものだから。やっぱあんてどっかずれてんだよな。でも悪者っていうよりはどこかの国の王女様って感じでし。悪者？いや、あんのことあれこれ噂したがるバカなやつがいてさ、こそ泥じゃないかとか食い逃げしたんじゃないかとか。気にしなくてもいいよ、どうせ根も葉もないデタラメなんだから。いいんです、私も自分が何者なのか覚えていないんですから。うん、その人の言う通り本当にそんなことしてたのかもしれないし、ううん、もっと悪いことかも。コソドロなんかじゃなくて全世界を荒らし回る大盗賊なのかもしれないし、狙った相手は必ず仕留める超一流の暗殺者なのかもしれない。それとも何か重要な機密を持って逃亡中の女スパイかもしれないし、なんかドキドキしてきちゃった。危険を求めて全世界を駆ける冒険家、神のごとき英知を備えた名探偵、それこそ本当に王女様、ひょっとしたら世界を救うために命を懸けるヒロインだったりして。そうだよな、何もわからないってことは何にでもなれる可能性があるってことだもんな。そうだよ、少なくとも俺がアンのこと信じてあげればいいんだよな。いつまでやってんのよ。うわ、ミルクさん。ミルクさん。はーい。はあ、もうやってらんない。
人がせっかくのオフだから買い物に来れば何？目の前でくっさい芝居しちゃってるやつがいる。くっさい？気をつけた方がいいわよ。はい。あいつってば、あんたに完璧に恋しちゃってるからね。ミルク、何を？恋ですか？そう、それも今まで発明バカ一筋で免疫がないもんだから、もうラブラブ。ラブラブ。ま、根が善人だから大それたことはしないと思うけど。いい？切り札は最後まで取っておくのよ。はあ、うわー、ミルク、いい加減にしろー。人、アン連れて先に帰れ。カリバはいつも勝手でし。あの子の前であんまり変なこと言うなよ。本当のこと言っただけじゃない。好きとか嫌いとかそういうの意識したらギクシャクするだろ。はあ、そこまで考えてるんだ。何怒ってんだよ。別に。あ、ん？